石野陽道の芸術書剣道従来。これは巻き返しを図って再びやるいうこと。はい、有天楽地、天に遊び地に楽しむという意味。はい、石庭獅子の雨、うちの庭に石庭に糸のような雨が降るという意味で石庭獅子の雨と書いてみた。はい、三子水明、山紫、川明らかと書いている。まあ風景がいいいうことやな、山川の風景がいいいうこと。はい、文曰く日また昇る、魚と書いている。右上は太陽である、また昇る。はい、これも日また昇るである、希望を失うなという意味。はい、次は傍憂、下の字は憂い、上は忘れる、憂いを忘れるという意味であるが、陶淵明が傍憂のことを避けと言った。ちょっと下の方で黒が出ているのが気になる。はい、もうちょっとぼんやりと出てくれた方がいいんだな。これ当選、これも奥義の一部が黒すぎるな、気になる。はい、これも傍憂。はい、これは夢という字である。残りの隅に絵の具を入れて書いたので、隅と絵の具が混ぜた感じがある。混ぜる具合がいいか悪いかは問題である。